アイテム番号 SCP-603JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-603JP。 1は斎藤8123の低強緯度物体保管庫に収容されます。3ヶ月に一度、技師による点検を行ってください。点検には必ず担当の研究者かその助手が立ち会ってください。この点検には電源を入れての操作も含まれますが、ゲームのプレイを行ってはいけません。プレイは実験以外で行ってはならず、実験にはクリアランスレベル3以上の職員か担当者の許可が必要です。SCP-603JP には個別の標準人型収容施設に収容されます。収容施設内には通常のアーケードゲーム筐体を1部屋中に1台ずつ設置してください。SCP-603JP2 の収容施設の鍵は物理錠を必ず用いてください。電子錠のみでの収容状態に置かないでください。未収容の SCP-603JP1 が発見された場合は、直ちにエージェントを派遣し収容してください。カバーストーリー、欠陥のある製品、が適用されます。万が一影響が外見上明らかな SCP-603JP2 が発見された場合、関係者にクラス A カッコ必要に応じてクラス B カッコ閉じ記憶処理を施し、カバーストーリー、隔離が必要な疾病を適用して SCP-603JP2 を収容します。説明 SCP-603JP1 はプレイヤーの身体に異常な変異を発生させるアーケードゲーム筐体であり、一度でも SCP-603JP1 をプレイした人物は SCP-603JP2 と指定されます。基地の SCP-603JP1 は全て音楽、リズムゲームのアーケード筐体です。その他のジャンル、また家庭用機の SCP-603JP1 は発見されていません。現在、種類、タイの SCP-603JP1、タイの SCP-603JP2 が収容されています。SCP-603JP1 で繰り返しゲームをプレイした SCP-603JP2 は、精神、肉体両面に大きな影響を受けます。肉体面では各ゲームのプレイにより適応した形態に、精神面では強迫的にプレイをし、大きく変形した身体を誇らしいと話します。影響の詳細については実験ログを参照してください。なお、一度 SCP-603JP2 になっても通常の筐体のプレイでは影響は進行しないことがわかっています。すべての SCP-603JP2 には自殺や過度な興奮を防ぎ、研究に協力的にするため通常の筐体が与えられています。SCP-603JP1 を分解したところ、マザーボードに通常と違う部品が搭載されていました。通常の製品のマザーボードを SCP-603JP1 のものと交換したところ、SCP-603JP1 としての性質を示しました。一方通常のマザーボードを装備した SCP-603JP1 は異常な性質を示しませんでした。現在個別のパーツについてさらに詳細な調査を行っています。マザーボード及び各構成部品の製造元は不明です。最初の SCP-603JP は、SNS 上にアップロードされた SCP-603JP2 の手の写真をきっかけに発見されました。写真についてはコラージュ画像であったという情報を流し、一応の収集を見ました。現在、SCP-603JP の捜索は主にインターネット上のゲームコミュニティの監視、ゲーム運営に潜入したエージェントによるプレイ記録の調査によって行われています。実験記録 603JP1 E は、日付2000年、月、日。3機種の SCP-603JP1 の特性についての実験です。それぞれを SCP-603JP1 E、ロは、被験者を SCP-603JP2 E、ロはと呼称します。当該ゲーム及び類似ジャンルゲーム未経験の D クラス3人をプレイヤーとして実験を行います。各ゲームを毎日30曲分括弧 2.5 から3時間程度括弧閉じプレイさせ、変化を観察します。なお当然のことながら、実験は外部から遮断された財団内のゲームサーバーを作りその内部で動作させました。SCP-603JP1、イコナミデジタルエンタテインメント社の、ジターフリークスクスグさん、の筐体です。5個のボタンと1個のタブを操作するギターないしベースの演奏をモチーフにしたものです。SCP-603JP1、ロコナミデジタルエンタインメント社の、サウンドボルテキシーグラビティワース、の筐体です。6個のボタンと2個のつまみを操作します。SCP-603JP1、はコナミデジタルエンタテインメント社の、ダンスダンセレボルション。
括弧 DDR2014 括弧閉じの筐体です。足で4個のボタンを踏むダンスシミュレーションです。プレイ数、機種、SCP-603JP-1、い、SCP-603JP-1、ろ、SCP-603JP-1、は、第1種括弧1から210曲括弧閉じ。当初 SCP-603JP-2、いはゲームの操作に馴染めずプレイを放棄しますが、50曲を超えた頃から、プレイを、楽しい、と言い、やる気を見せ始めます。肉体的な変化は特に見られません。同様の結果は他の2社でも見られました。腕前の上達は予想を下回っています。同様、音量の課題を訴えたため調整。腕前の上達は予測を上回っています。同様、足の疲れを訴えたため市販の湿布を支給。腕前の上達は予測を下回っています。第2週括弧211-420曲括弧閉じ。驚異的なやる気を見せ、朝一番にプレイを開始します。1日あたりプレイ数を増えやすよう研究員に要求しました括弧却下括弧閉じ。10日目には左手小指側に追加の指と思われる突起が発見されました。同様にプレイに驚異的な意欲を示します。つまみ操作時に手首の可動域が明らかに人間の限界を超えています。このことについて質問すると、練習の成果、であると述べました。同様にプレイへの意欲の増加が見られます。お、のような器官が発達し、プレイ時代3の足として身体を支えています。第3週括弧421から630曲括弧閉じ。当日のプレイ数を使い果たすと追加を要求して暴れます。左手の指は完全に6本になりました。一方、右手はタブ操作に使う親指、人差し指以外が癒着してミトン状になっています。20日目に行った反射神経テストで人間の限界とされる数値を超えた成績を示しました。暴力を伴うプレイ数追加の要求が行われます。手首の可動域は360度を超えました。また、指の股が裂け、ボタンを片手で一度に操作できるようになっています。眼下が左右でなく上下に並ぼうと移動しています。床を踏み鳴らしてプレイ数の追加を要求します。その際、もっと俺は変われる。フルコンで世界が変わる、と述べましたを、は完全に発達しそれのみで体重を支えられるようになりました。第4週括弧631から840曲括弧閉じ。日当たりのプレイ数を使い果たしても暴れなくなり、代わりに電源の落とされたコントローラーを一日中操作しています。このことについて質問すると、練習、復習、であると述べました。手指は完全に操作部を包む形となり、特に左手はもはやコントローラーを離すことができません。同様に一日の大半を起動していないゲームの操作に当てています。右手のひら部分は完全に裂け、手首から直接指が生えているように見えます。左手はつまみを操作することに特化した2個の壺状の組織になりました。眼下は完全に上下2段に配置されています。同様に一日の大半をゲームの操作に当てています。お、の先が平たく、大きくなり、全く動かさなくなりました。自らの身体について、人間の目指すべき姿、だと述べました。第5週括弧841から1050曲括弧閉じ。両手が完全にコントローラーと癒着したように見えます。研究員に他の SCP-603JP-2 について質問し、マッチングを要求しました括弧却下括弧閉じ。どのように他の SCP-603JP-2 の存在を知ったのかは不明です。こちらからの問いかけに一切反応しなくなりました。不明な原因で筐体のシャットダウンが失敗し SCP-603JP-2 のは未知の極めて強大な括弧最終的に、時間つ続き。括弧閉じ局の極めて複雑な括弧、コンボを達成括弧閉じ譜面をプレイし続けています。曲はほとんど雑音に近いものです。下半身がテント状の肉の塊となり、操作部を覆い隠しました。操作音が聞こえることから内部でゲームの操作をしていると思われます。ゲームをプレイしていない間は延々不明ような内容をつぶやいています。実験は終了しました。詳細は事件記録 SCP-603JP を参照してください。事件記録 SCP-603JP 2000年月日。2000年月日未明、研究員が規定の観察を行ったところ、SCP-603JP-2 が脱走しているのが確認されました。
数分後に脱走した SCP-603-JP-2 位は収容室近くの通路で発見されました SCP-603-JP-2 位は、お前らも音ゲーやんなけ。もっとすげえ人間になれる、などと興奮した様子で話し、研究員の手を乱暴に引いて収容室に連れ込もうとしました。SCP-603-JP-2 位の運動能力は高くなかったため、当局のセキュリティのみで鎮静剤を使用し収容を回復しました。その後の調査で、侵入やシステムトラブルの可能性は低いと結論付けられ、SCP-603-JP-2 位が自力で収容を破ったと推測されるため、セキュリティ上の重大な脅威と判断されました。実験は終了され、SCP-603-JP-2 位、ロ、ワは収容し解剖調査を行いました。解剖の結果、SCP-603-JP-2 からは人間には存在しない多数の器官、臓器、骨や筋肉が発見されました。特筆すべきは神経器官の発達であり、特に脳幹、脊髄、末梢神経は著しく発達していました。SCP-603-JP-2、位からは神経の露出したプラグもしくはソケットのような臓器が多数見つかりました。SCP-603-JP-1、位のコントローラーのコードがちぎられ、SCP-603-JP-1、炉の内部に神経組織が張り巡らされていたことから、電子機器に直接接続し操作を行う能力を獲得したものと思われます。この能力によって、収容室の電子錠を破り脱走したと推測されます。保育複数のアミューズメント施設の監視カメラ映像。また店員の証言から医療用マスクと安全メガネで顔を隠した作業員が SCP-603-JP-1 のパーツの入れ替えをしているのが確認されました。すべて同一の作業員と思われます。現在この作業員の身元について調査していますが、アミューズメント施設外での痕跡は発見できていません。